はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、仙腸関節は動くのか動かないのかっていうお話をしていきたいと思います。で、この中ではですね、これを見ることによって、まあ仙腸関節の治療法を、これね、この0から15と15以上の人によって治療の仕方が変わるっていうことを覚えてください。で、仙腸関節っていうののアプローチ方法は全く違いますか？いいですか？この0から15の人と15以上の人ってのは全然変わってきますので、これをね、分かることによって、仙腸関節由来の腰痛が、ね、このね、数字に合わせてできるようになってきます。いいですか？なんで、まあ、この動画見てもらうことで、ほんと仙腸関節の腰痛が取れるようになってきますので、ぜひね、最後見ていただければと思います。で、結論ですよ。これ、仙腸関節動くのか動くないのか。これね、関節治療の中でよく言われるんですよ。アメリカだったりも、海外でも結構話題で、盛んわーっと広がってます。で、私、個人的な見解から言うと、これは、動くし動きません。どっちやねん。ですけど、これは、0から15、15から15以上って書いてますけど、これ何かっていうと、年齢です。いいですか？年齢なんですよ。で、これは、解剖学のね、中見ていただくとわかるんですけども、0から15歳っていうのは、結構動くと思います。私個人としては。で、15歳以上になってくると、動かなくなってくる確率って非常に高くなってきますね。で、もう20歳以上とかなると、ほとんど動かないと思ってもらっていいかなと思います。で、これ何かって言ったら、0から15っていうのはですね、この仙腸関節ってここにあるわけですね。ここの部分です、仙腸関節。仙骨と腸骨であります。で、15歳までっていうのは、基本的に、まあそれ以上もありますけども、成長期ですよね。いいですか？骨が成長していきますので、もちろん骨盤、ね、もう大腿骨もそうだし、足の骨も背骨もそうです。全部がこう大きくなってきます。で、大きくなるということは、何かその大きくなるのを阻むものがあると大きくなれないんですよ。で、仙腸関節っていうのは、関節としてまずあるんですよね。いいですか？使わなくなったものっていうのは、萎縮していきます。ぎゅーっとちっちゃくなるの。例えば、ここの尾骨ってありますね。尾骨。これはもともと人間っていうのは、猿でしたから、尻尾があったんですよ。で、尻尾。これは四つ足の時にですよ。四つ足の時にバランスを取る。手を使う時にバランスを取るために、この尻尾があったんですね。ですか？そのために尻尾があった。ただ、人間、立ちましたよね。立っちゃったんですよ。立った時にバランス取るっていうのが股関節になったし、腰椎でそれをバランスを取るってことで、できるようになったんですよね。ってなった時に、尻尾必要ですか？必要ないんですよ。どうなったか。ちっちゃくなりました。まあ、骨融合って言って、この尾骨ってブワーっていっぱいあったんですけど、それがくっついて、ただこれだけになりました。そう。使わない関節っていうのは基本的にちっちゃくなるし、骨、関節と関節がくっつくっていう構造になってます。いいですか？っていうことを考えたときに、この仙腸関節が、まず、関節としてあるっていうことを覚えてください。ですか？関節としてあるっていうことは、動かないといけないってことなんですよ。ですか？動かないといけない関節なんです。ただ、ここの仙腸関節は知ってるかもしれませんけど、靭帯がめちゃくちゃ多いです。いいですか？靭帯も多いし、筋肉も多いし、ね、なってます。なんでかっていうと、この背骨を置いてきた上半身の重さが最終加わる仙骨。そして、下半身から上半力を加わって、床半力を加わって、上がってきた衝撃っていうのが最後に伝える腸骨。この上からの力と下からの力が加わるところがこの仙腸関節です。非常にずれやすいですね。ずれやすいです。ね、力が一番加わる場所ですから。でもそこを骨にしなかった。骨融合をさせなかったってのには理由がちゃんとあるはずです。これは、もう神様しか知りません。いいですか？私もね、なんでこうなったのかはわかりません。ただ、関節としてですよ。生き残ってるということは、骨は動かないといけない。ただ、動いて欲しくないっていう関節。それが仙腸関節なんですよ。だから、この仙腸関節がずれたりするとぎっくり腰で歩けなくなったりとか、仙腸関節がずれてることによって、もう全く全身の力が入らなくなったりとか、麻痺のような症状になったりとかします。いいですか？それも覚えてください。仙腸関節ってのはそれぐらい大事な場所です。1ミリずれただけで全身に行くときには、頭に行くときには10センチ出ます。足に行くときも10センチ出ます。それぐらい、ここの1ミリのずれってのは非常に大事です。ね。じゃあ、動かないようにしてよと思いますけども、0から15歳、ね、ここからちょっと本編に戻りますけど、0から15歳っていうのは、基本的にはさっき言ったみたいに成長期ですから、この靭帯だったりもね、柔らかいんですよ。だから、ある程度動きます。ね、ある程度動きます。ただ、この部分が動きすぎると言った通り、上半身の重さ、下半身からの床反力っていうのが加わって、すごくね、こうずれやすいですよね。だから、ずれないように、ある程度硬くはなってます。
で、実際解剖でね、この、まあ、その、お亡くなりになった方とかの解剖をね、ピュッとね、本当にフレッシュな状態ですね。まだ亡くなって何日か、ね、1日2日とかっていう状態で開くと、この仙腸関節の中っていうのは、0から15歳の場合っていうのは、非常に白くて、動きが活発な関節ですね。例えば指だったりとか、仙腸関節だ、まあ、椎間関節だったりとか、股関節みたいな形で、綺麗な白色の、まあ、動きが多い、関節になってます。ただ、これがね、15歳以上になってくると、中が血が入ってくる。だから赤くなってくるんですね。これ何かっていうと、中の方に毛細血管だったりが入ってきて、まあ、簡単に言ったら、動かない関節になってるってことです。なんでかっていうと、動くことによって血液循環するし、動くことによって、中の水がぐるぐる回ります。ね、膝の中とかと一緒のように、水がぐるぐる回るんですよ。動くことによって。ただ、動きがなくなると、わかりますか？動きがなくなってくると、中の水が回らなくなってくるし、動きも出なくなってくると止まっちゃいますね。そうすると中で、老廃物だったりとか、いろんなものが溜まります。だから、毛細血管が伸びてきて、その老廃物を取ろうとしたりしますね。そう。だから、この中の血管が多い。なんか赤くなってきてるとか、そういうことですね。まあ、もしくはですよ、赤くなってきてることは、そこの部分に何か衝突のエネルギーだったりとか、加わってるってことです。で、それが、毛細血管の侵襲だったりが増えてくるのが、この15歳以上って言われてますね。で、実際私も17歳ぐらいのね、仙腸関節見たことありますけど、もうすでにですね、赤くなりだしてます。ね、赤くなってるってことは、中の方でね、硬さが出てきてるって状態ですね。そう。ってことなんですよ。で、これはもう一概に全員とは言いませんよ。人の成長度合いって違いますか。でも大体15歳から20歳ぐらいの間。で、もう30歳とかだったらもうほとんど、もう中動いてません。そう。動かずに固まってます。どういう風に固まるかっていうと、この上の靭帯だったり筋肉でガチッと固めてる状態ですね。だから、0から15歳までは動く確率は非常に高いです。ですけども、まあ動くといっても本当1ミリとか2ミリの世界ですよ。で、15歳以上になってくるとここは動かない状態になりますね。そう。これが、まあ解剖学、運動学、生理学だったりとか、ね、検体から見た実際のところです。じゃあ、ここからですよ。じゃあ、仙腸関節動かないなら仙腸関節アプローチしなくてもいいや。実際でも、結果として、仙腸関節で15歳以上の人に治療して、結果出ることってきて多いんですよね。じゃあ、何をしてるのかって話になってきます。で、これはですよ、考えていただきたいのが、ね、だって動かないんだったら、ここ治療しても、仙腸関節治療しても治らないはずですね。でも治る、こっちも治るって現象があります。で、こっちの場合は簡単ですよね。動くんですから、これは仙腸関節に対してのアプローチが入ってるから、結果治るっていうことが起きてます。いいですか？じゃあこっちは何かねやることによってこの治るっていう同じ結果出るんですよ。何なのかって話なんですけど、これは結局さっきも言った通り、固まるって何かっていうと、関節としては固まってるわけじゃなくて、上にある関節だ、靭帯だったりとか、いいですか、靭帯めちゃくちゃ多いです。靭帯だったりとか筋だったりとかでこの部分が固められてます。で、この仙腸関節だけ硬くなってくれるんだったらいいんですけど、仙腸関節が硬くなって、そして何が起きるかっていうと、靭帯が骨化してくるんですよ。いいですか？この上についてる靭帯。靭帯っていうのはある程度の伸縮性があります。そんな伸びないですけども、ちょっと伸びるね。イメージとしては、ちょっと硬いロープ。ね。ロープって伸ばしたら、ちょっと伸びますよね。言います。ちょっと伸びますね。全く伸びないのって、まあ、多分こういうやつとか、プラスチックとか、ね、全然伸びないですよね。全然伸びません。けど、例えば僕ありますけども、これの、ね、充電のコード。これ、伸びないですけど、頑張ったらちょっと伸びそうな感じしますね。ちょっとこれ伸びないかもしれない。けど、登山用のロープだったりとかっていうのは、ちょっと伸びます。ちょっとね、ちょっとだけ伸びます。ね、そういうのは靭帯なんですよね。でも靭帯ってのが、最終的にここがね、骨化してくるんですよ。骨にくっついてくる。まあ、骨みたいになってくるんですね。そうすると、ガチッと固めて、まあ、靭帯、関節はあるんだけども、関節みたいに動かない状態になります。そう。だから、じゃあこっち仙腸関節のアプローチしてて何が変わってるか。これはですね、この周りについてる、この靭帯の周りについて、靭帯の周りについてる筋肉も硬くなる。だから、筋だったりとか、皮膚、いいですか？皮膚に対してアプローチしてるってことです。いいですか？ここは骨化してくると。ね。骨化してくる。靭帯が骨化してくると、その上について筋肉も硬くなるし、その上に皮膚も硬くなります。で、靭帯の骨化っていうのはね、骨になってるから。ね。ここを動かすっていうのは結構難しいです。ですけども、その上についてる筋肉っていうのは、もちろん、もともと柔軟性がありますから。その柔軟性、だからね、ガチガチでね、こう、くっついてる。
なんだろうね、接着剤で固められる感じかな、イメージ言うと。もう接着剤で固められて、あ、昔動いてたのに全然動けなくなったみたいな。人体がちょっと動きますよね。その上に筋肉がこうやっていっぱい動くわけです。ね。こういう動きに、こう筋肉がもっと動けるんだ。ね。ですけど、ここがガチッと固まっちゃうと、動けないんですよ、筋肉も。ね。この筋肉の柔らかさを出してあげる。そしてその上について皮膚の柔らかさも一緒に出てくる。っていうことをすると、最終的に、仙腸関節は動いてないんだけども、そこで硬くなった筋と皮膚に対してアプローチしてて、腰痛が治るってことが起きてきます。そう。なんで、まあ、こっちはもちろん仙腸関節、そしてその上には筋肉、靭帯、ね、皮膚、これ全部が行きますけども、この場合は仙腸関節は動いてなくて、この筋とか皮膚の柔軟性を出してあげることによって、ここでギュッと固まって痛みが出てた腰痛っていうのがなくなってくる。ね。例えばここに多裂筋ってついてます。仙骨の上に多裂筋ってついてますから、骨化してるとこの多裂筋も硬くなります。この仙骨上に一番近くについてますからね。多裂筋の深部繊維。ね。ってなると深部繊維が硬くなると、この多裂筋っていうのは脊椎全部くっついて、頸椎まで行ってますから、ここを引っ張られると全部の体質に引っ張られますよね。進展方向に引っ張られます。そうすると、これ反り腰になったりとか、なんかいませんか？もう反り腰で、なんかどんな治療しても反り腰のまんまの人みたいな。そういう人っていうのは、基本的にはやっぱその体質が硬くなってる。じゃあこの体質にアプローチしたら良くなるか。もちろんそれで良くなる人もいますけども、それ以上にやっぱ体質の深部繊維の低支部であるこの仙腸関節、あ、仙骨にね、アプローチしてあげるっていうのも一つ手なんですね。だから、15歳以上の場合っていうのは、この仙腸関節付近の筋、皮膚に対してのアプローチをしている。そして15歳以下の場合であれば、仙腸関節に対して直接アプローチをしている。そういうイメージで見ていただくと、あ、それで治ってるんだ。ね。だからこれ前回の動画でも言いましたけど、目的を持ってやってる。ね。仙腸関節の治療をやりました。治らなかった。あ、ってことは仙腸関節が、あ、では意味ないんじゃなくて、まあ、仙腸関節じゃない違うところの硬さがあるからなんじゃないかな、なります。で、治ったのであれば、あ、これ筋とか皮膚だったりとか、ここの部分硬くなってるってことは、なぜここが硬くなるのかってことは、あ、そうかそうかそうか、それ仙腸関節の動きを出すというのは、その骨化したところのね、靭帯、例えば仙結靭帯ってこの下にありますから、そこの方を緩めてあげて、ハムストリングスを緩めてあげるといいんじゃないかな。じゃあなんでそこが硬くなるのかなって言うと、あ、測定の方にも原因があったかもしれないな、測定の方を治療してみる、捻挫を治してみるって、すると腰痛が治ってきました。こういう風に全部つながってくるわけですね。だから大事にしてほしいことっていうのは、ここをなぜ治療していくのかってことをしっかり分かった上で治療していく。そのためには、ここがなぜ治ったかねっていうことの、この解剖学だったり運動学、生理学っていうところを頭に入れてやっていくことによって、あなたが次のステップに行けるようになってきますので、まあ、ぜひですね、この考えを元に治療していくことによって、あなたが次のステップに進めるようになるし、まあ、痛みの治療っていうのはね、楽しくなってきます。で、本当にね、こう、臨床力っていうのは続いてきますので、この考えをもとに、ぜひ、また仙腸関節の治療のテクニック、腰痛をどういうふうにアプローチするのか考えていただければいいかなと思います。はい。くまわし、よかったらぜひですね、高評価、あとはチャンネル登録、見逃さないようにしていただければと思います。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうも、ありがとうございました。これね、セミナーの方でまたこういうのは教えてますので、今週末、セミナー募集します。ぜひ、気になる人は来てみてください。じゃあ、また動画見てください。